皆さんこんにちは。本日は成長と拡大と競争の時代を疾走した才人作家の心のかさぶた、小説40章カルテットを読んでというテーマでお話をさせていただきたいと思っております。本日はですね、小説を取り上げます40章カルテットという小説でございます。著者は小林信彦さん。元気書房から2012年に初版が出ているということになっております。約40年間に発表された4つの詩小説をまとめた半自伝的中編小説集ということになります。エドガー・ランポに見出された著者がですね、26歳の時に雑誌の編集長に就任したということなんですけど、その4年後に出版社を追われるというようなことになるんですが、それまでのですね、周囲の人たちとの交流とかを描いた群像劇ということになります。反巨人の肖像というものがあるんですけど、この辺のですね小説を中心にしてですね、4つの自伝的な小説をピックアップされたものということになっております。小林信彦さんという作家さんですが、1932年生まれの方です。日本の小説家で評論家、コラムニストとして著名な方ですね。早稲田大学の文学部英文学科を卒業した後、失業中に書いた推理小説がエドガー・ランポに取り上げられてですね、こういうことからですね、エドガー・ランポの交流があり、推理小説の雑誌の編集長ということになりまして、そこからですね、今度は独立してフリーの作家になったという方ですね。1960年代前半はですね、テレビとかラジオへの出演が多くてですね、マルチタレント的な人気ということで、マスコミの長寿となったということなんですね。それ以降はですね、映画とかミステリーとかテレビの評論などを書いたりとか、あるいは坂本九とか植木等のテレビバラエティのね構成作家をこなしたということなんですね。それ以外にも純文学を発表したりとか、あとはパロディ小説を発表したりとか、お笑い芸人のね評論みたいなものを書いたりというような多彩な活動をされている作家さんでございます。これまでに芥川賞候補、直木賞候補3度ずつなっているというね作家さんでございます。本題に入る前にですね、現在このチャンネル以外に本業のイラストとかギターの弾き語りのチャンネルを運営しております。女性とか猫のイラストを載せたツイッターアカウントなどもやっております。ご興味ございましたら説明欄からお願いいたします。あとはご連絡コメントをですね、Facebook メッセージ経由でお願いできたらと思っております。本日はですね、小説40章カルテット。小林信彦著ということでご紹介をさせていただきたいと思っておるわけなんですけど、このですね、小林信彦さんという作家さんはですね、非常にですね、多彩な作家さんでございます。そして非常にですね、長期間にわたって活動をされている作家さんということになりますね。1932年生まれ、現在90歳ということですが、まだね、ご存命であり、基本的にはまだ作家活動を続けているというような状況でですね、80歳を過ぎても文藝春秋とかそういう雑誌に毎週コラムを載せていたというようなですね、非常に長いキャリアを持つ作家さんということになりますね。それだけではなくですね、本当に多方面にわたってさまざまなものを書かれている、いろんな種類の作品を掲載してきたというね、実績がある方です。興味も守備範囲も非常に広い作家さんということになりますね。ここまでをですねざっと上げてみますとですね、若い頃ですね、一番最初はミステリー雑誌の編集長になったということですね。そしてその次にはですね、その雑誌とかにコラムを書いていたと、コラムニストですねということになったと。そして1960年代になりますとテレビの時代ということになってですね、放送作家ということでテレビの業界の中に食い込んで、そしてテレビタレントも結構一時期やっていたということなんですね。そして、あとはですね、今度は作家として、およよシリーズというですね、パロディ的なエンターテインメントをね、面白い小説ですね、お笑い的な小説、こういうものも書かれていたと。そして次はですね、紳士同盟というシリーズがございまして、これはミステリー系のですね、作品を執筆していたということになります。そして、次は「夢の砦」というですね、代表作があるんですけど、これは自伝的要素の強いね、純文学的な作品を発表されていたということなんですね。そして今度は、世界の喜劇人というですね、評論集ですね、主に喜劇とかね、演芸とかそういうですね、お笑い芸人を中心とした人たちをテーマを絞ってですね、評論を書いたり人物伝などを書いたりしていたというようなですね、ざっとピックアップしてもこれらの種類のですね、お仕事をされていたという方なわけですね。そして芥川賞、直木賞にもですね、再三にわたってノミネートされているというですね、非常にですね、守備範囲の幅広い活動をされていた作家さんでございます。そしてですね、特徴の一つとしまして、先ほど申しました「世界の喜劇人」というシリーズですね、その喜劇に携わる人ですね、こういう人たちの評論を書いているわけなんですけど、当時としてはですね、これは非常に画期的だったということなんですね。確かにね、この評論というのはですね、政治とか経済とか世界情勢とかですね、例えば文学とかそういうものに対してやること、政治経済とかそういうものに対してやることは非常に一般的ではあったんですけど、喜劇役者とかね、喜劇演芸、これに対してですね、一発の男がですね、評論家がきちんとこう評論するということは非常に珍しいということでね、突如出現した異色の評論ということで、極めてね、話題となったということなんですね。今ではですね、例えばアイドル論とかね、そういうことでですね、そういうマイナーというか、さほどですね、あまりこう高い位置にいるものではないものに対してですね、きちんとした大人がちゃんとこう評論するというようなことはよくある話ですね。漫画とかもそうですけどね、当時はですね、そういうものに対して、評論するという人物はあまりいなかったということでね、ここにですね、この小林氏がですね、きっちりと真面目にちゃんと評論をして、それを本にするということは非常に珍しかったということなんですね。そして、この著者の、ね、ポリシーというものは間接的な資料というものはなるべく頼らないようにしてね、なるべく自分が見聞きしたもの、実体験とか直接触れたものとか会話したものということをですね、元にして、そしてその文章を作ったり自分の考えを述べるということがモットーになっているということなんですね。私もですね、この小林氏の著作物の中でね、非常に好きなものがございましてですね、これはですね、おかしな男渥美清という書籍なわけなんですけどね、このチャンネルでも取り上げたわけなんですけど、風天の寅さんですね、男はつらいよという映画がございますが、これに主演している寅さん役の渥美清、このですね、俳優さんのことをついて語ったですね、書籍ということになるんですけどね、渥美清の評論というよりはですね、この放送作家として自身も、小林さん自身もですね、テレビ局によく出入りして渥美清によく会ったり、実際飲んだりね、話をしたり、そういうことをしていたと。年齢層もね、近くて、結構仲いい時期もあってですね、そして、話をしていて、特にね、映画論とか喜劇に対してというようなことを2人でですね、俳優さん、喜劇俳優と、そして、放送作家ですか、そういうですね、同年代、年代が近い者同士でですね、結構ね、まだ若い自分の頃で、こういうものを作りたい、こういうことをやりたいというようなことをね、2人でよく熱く語った時期があったみたいなね、ことでですね、本当にいろんなね、書物とかそういうものとかいろんなデータとかインタビューとかそういうものからですね集めたというよりは実際にですね渥美清と触れて、そして話して見て、そういうような実体験をもとに作っているというね、書籍で、そしてかなりね、小林さん自身の熱量もこもっているというような感じがありまして、非常にね面白く読んだという記憶がございます。タイトルはね、おかしな男渥美清ということで、渥美清が前面に出ているということになっておりますけど、基本的にはね、ここに登場する渥美清と、小林さん自身ですね、ご自身、その著者がですね、50/50 というか対等な感じでですね、交流して喋っているというような状態でですね、本当に渥美清を評論したというよりは、自分と渥美清の交流力みたいなね、そんなようなイメージがあって、それゆえにですね、その当時の世相とかね、テレビ局とか映画の状況とか、その周りの人間関係とかね、そういうものもつまびらかに書いてあって、世相がどういうふうに変わっていくのか、どういうものが逆に受けるのかね、渥美清の実際の性格とかですね、表に見せる部分との違いですとか、あとは晩年病気になってしまうんですけどね、それにおける状況の変化とか、そういうものですね、をきちんとね、全面的に小林信彦として渥美清と対峙しているという部分がございまして、そこら辺がですね非常にリアリスティックにですね感じることができた本でございました。そしてですね、今回のテーマになっているこのカルテットですね、40層カルテットというですね、中編小説集も先ほど申しましたようにね、この小林さんがですね、第二次世界大戦後、仕事がなくてなかなか仕事が見つからずにですね、ようやくですね、江戸川乱歩が経営する宝石社という会社に、編集者ということで入社することができて、そしてそこで編集長というですね、雑誌の編集長をすることになって、そこで起こる人間関係ですね、まず江戸川乱歩という人はね、どういう人で、作家でありつつもですね、経営者であって、病に苦しんで、途中で亡くなってしまうわけなんですけど、そこら辺のですね、経営と、その周りの人間に対するですね、付き合いというか、そういうことですね、そこら辺の馴れ初めとかね、そういうもの、あとは周りのですね、同年代の作家さんとか翻訳者さんとか編集者さん、そこのですねいろんなやり取りですね、あとは政治的なこの丁々発のやり取りみたいなものとか、裏切られたというような部分とかですね、あるいは当時の世相とか、なかなかお金がなくて困った話とかですね、そういうものをさっきのね渥美清に対する書籍と同じようにですね、自分というものをどんと出してですね、そして、そこで、いろんなやり取り、心情的なもの、感情的なもの、そういうものを含めて述べていくと。基本的にはね、それらの仲間、同年代で一緒に活躍していたつもりのですね、編集の仲間に裏切られてですね、そこの宝石社というところを追い出されてしまうと、いうような状況、そしてフリーランスとしてこれから食っていけるかなというような部分ですね、青年期から中年期に差し掛かるというような年代のことをですね、私小説として書いたということなんですね。一つの私小説としてまとめて書いたというよりはですね、散発的にですね、1971年とか77年とか、1991年とか2009年とかね、40年間にわたってですね、散発的に書いたものを、時系列的な状態で一つにまとめて本に出したというようなね、本でございます。私小説の作家さんということでよくあるパターンなんですけどね、自分がですね、経験した喜劇ですね、出来事、そういうことをですね、何度もストーリーにするんですけど、それをですね、同じような形をちょっと変えたりとかして、ちょっと時代とかね、設定を変えたりして、何度も繰り返して同じような話を続けてですね、小説にするということはね、結構よくある話なんですけど、私小説家としてのですね、小林信彦さんは、子供の頃ね、疎開してそこでいじめられた話と、このですね、編集者時代に追放されたとというですね、裏切られて追放されたというですね、この経験は結構ね、相当自分のこうネタとしてですね、何度も使っているらしくてですね、私はそんなに小林さんの本をね、たくさん読んでるわけじゃないんで、ちょっとわからないんですが、まあ結構ね、そういうようなことが書いてあってですね、またこの話し家的な感じでですね、まあ、よく題材として使われているらしいんですね。まあ、かさぶたですね。できたかさぶたからをちょっと一回剥がして、また血が出て、それを見てね、ほら血が出たみたいな、まあ、そんなようなパターンというか、自分のですね、一つのこう心の傷を、まあ、意志の芸として、ね、使っているというような節があるらしいんですけどね。まあ、そういう意味では彼の意志の定番ということになっているらしいんですけど。まあ以前ですね、このチャンネルでもご紹介させていただきましたが、椎名誠さんという作家の書籍ですね、新宿西口烏森口青春編という書籍をですね、お伝えさせていただいたことがあるんですけど、まあこれもですね、その書籍と同様ですね、若き編集者がですね、まあ貧乏なちっちゃい会社に勤めてですね、そこでいろんな人間関係とこう揉まれ合いながら、いろんな日常を送っていくと、まあ、いうようなですね話ですね、それに近いものがあってですね、取り立てでですね、特別な生活を送っているわけではないんですけど、そこの中の人間関係とか、あとはその人間観察とかですね、まあそういうようなものが生き生きと描かれていてですね、この1960年代の若者のですね、まあその出版界というですね、一種ちょっとこう変わった世界の中で、どういうような人生を送っていたか、生活を送っていたかということをですね、まあ、生き生きと描いていると、まあ、生き生きというよりはですね、どっちかというとネチネチというような感じなんですけどね、人間観察が割合とネチネチしているところがあって、まあ、それが面白みでもあるとは思うんですけどね、まあ、そういうような状況で、その生き生きと伝わってくる部分があったというふうに思うわけですね。もう今はですね、90歳を越されているということでですね、まあもう生きる伝説というような感じになっておられるわけなんですけどね、一人の、まあ、作家さんがですね、この60年代、70年の作業ですね、作家生活を送っておいて、そしてこれだけのですね、さまざまな分野のものに背を出し、これだけのね、たくさんの本を出すということというのはですね、こう非常に珍しいというふうに思うわけですね。もちろんね、本人の努力とかまあ、研究とかそういうものもあるとは思うんですけどね、そして才能に恵まれるというようなものもあると思うんですけどね、やはりですね、この人知を超えた、まあ、運命的なものというのは非常にこうあったんじゃないかなというふうに思うわけですね。まず生まれた時代とかそういうものがですね、こう全て揃っていたというような部分があるんじゃないかなと思うわけですね。まあ、戦争の頃に生まれてですね、そして戦争が終わって、まあ、生まれた家もですね、東京のこの下町というような感じで、そして代々続いた和菓子屋というような家、そしてお父さんがですね、非常にこの文化的な感じで、遊び人的な感じでですね、非常にこう多趣味であったと。しかしですね、商売はあまりうまくなくて、こう没落してしまってですね、大学時代はまあ非常にこう貧乏で苦しんでいたと、まあ、いうような状況、そして大学を卒業しても仕事が見つからずにですね、非常にこう苦労して、まあ一時期はですね、まあ自殺もしようと考えたぐらいの状況ということになったということなんですけど、子供の頃ですね、落語とか大好きだったりとか、まあいろんなものですね、映画とかも好きで、そして、本も読むのも好きで、その大好きな作家さんの中にはですね、やっぱり江戸川乱歩という人がいたと、推理小説ですね。そのね、なんというか、その人がまあ、作っている会社にですね、求人がたまたま、まあ、あったというか、書類をですね、ちょっとこう書いて送ってみたというような状況で、そしてそこでですね、ちょっとこう目をつけられて、ちょっと会ってみないかということで会って、そして江戸川乱歩の下で働くということになった20代の真ん中ぐらい、20代ちょっと過ぎぐらいということですね。そして、そこで頑張って編集長になって雑誌を任されてですね、それなりの功績を上げるというような感じになったと。そしてちょうどこの時代にですね、世の中というのは出版ブームということですね。第二次世界大戦が終わって世の中には本当に娯楽がないというような時代ですね。テレビもまだ普及しきってないし、映画もですね、しょっちゅうね見るわけにいかないという部分もあるということ、そしてミステリーブームというものが非常にあってですね、推理小説が大ブームになって、大した能力がない若い作家さんでもですね、バンバン雑誌とかに本を出すことができるような時代であったということでね、ここにちょうどまだね実力が疑問視される若い時代の小林青年はですね、編集長としてやることができたということなんですね。そしてここでさまざまなね作家さんとか有名どころとかですね、若くて勢いがあって才能のある人とか、そして長老閣でもね、なかなかこう威厳がある面白いおじいさんとか、そういう人とこう出会ってですね、ぐんぐん成長していく。世の中がまだまだ情報はなくてですね、非常に飢えていた時代であるんで、活字の情報というものがですね非常に、求められていて、雑誌もこう飛ぶように売れていたと時代ということですね。そして第二次世界大戦で、敗れてですね、今度はもう英米のものがどんどん流されて押し流されて入ってくるような時代ということで、そこにですね、やはり、ミステリーというものがあって、それを翻訳したものが非常にこう好まれていたということでね、著者自身もですね、早稲田の英文学部を出ているということも手伝ってですね、そこら辺もこううまいこと作用したということになりますね。そして第二次世界大戦が終わって、だんだんね世の中が安定してきて、今度人口がどんどんこう増えてくるという時代になりますね。そうするとさらにですね、マスコミのものがもてはやされると。もちろんマスコミュニケーションというぐらいですからね、大量の多くの人に対して、情報を提供するというマスコミというものがですね、時代の花形になっていくというわけなんですね。要するに人口成長時代ということになるわけですからね。そして若者は非常に現在と違ってですね、多い時代ということになります。若者文化花盛りという時代になっていくということになりますね。そしてテレビというものが1960年代過ぎぐらいになるとね登場してきて、テレビもどんどんこう隆盛になるということなんですね。ということで、仕事でもですね、なんていうかな、引っ張りだこというような状況になってですね、忙しくなって、そしてテレビもですね、その自分がやってる雑誌の宣伝とかは兼ねて、あとはねお給料もちょっと安かったということも含めて、アルバイト代わりにですねテレビ局に行くとですね、面白い話をしている若い人というのが受け入れられる時代でですね、タレント不足ということもまだまだテレビの黎明期だったんで、そういうものがあった時代ということでね、ちょっとこうテレビに出てみないかと言われてですね、テレビに出ると今度ねテレビタレントということでですね、二足のわらじみたいな形でこう出てですね、そこでも一時期は時代の寵児ということで引っ張りだこになっていたということなんですね。そして先ほども言いましたようにですね、パロディ的なエンターテインメント作品ですね、およよシリーズとか、あとはその新四同盟シリーズのミステリー系の作品とか、そういうものというのはですね、まだまだこう手つかずの分野だったわけですね。ブルーオーシャンというようなものでやる人がいなかったということで、こういうものをね、他に先輩たちでやってる人がいれば別ですけど、まだやる人がいなかったんで、こういうものもね作るとポーンと受けるというようなことが立て続けに行われたということですね。そして世界の喜劇人というのもね、先ほど言ったようにこういう喜劇役者をね真面目にこう評論する、まともな大人が真面目に評論するというようなこともなかったわけです。そこら辺もですね、一種のブルーオーシャンということでですね、行くところがブルーオーシャンというような、そういう状況というものもね、うまいことこう作用したんじゃないかなというふうに思うわけですね。これと同じようなことはですね、20世紀のね、偉大な画家であるところのパブロ・ピカソとかね、デザイナーであるところのココ・シャネルという人たちも同じようなことが言えますね。彼らもですね、第一次世界大戦でですね、フランスがもうボロボロになってしまってですね、それまでのこう権威とかそういう先達というものがですね、権威を失墜してエネルギーがなくなってきたところに、ちょうど20代の元気のいい若者で、新進作家、新進デザイナーだった2人ですね、それがですねちょうどタイミングよく入ってきて、そして新しいものを作ってもね、どんどんこう受け入れられるというような、そういうですね、時代的なこの運の良さ、このブルーオーシャン的なこう時代というものとですね、そういうものがあって、一種のね、神風が吹くようなそういう状況だったというところがあってですね、これはトキワ荘時代の漫画家さんとかもそうですよね。赤塚不二夫とかは基本的にはギャグ漫画家であったけどね、人気がある頃はですね、まだ書き手がいなかったんで、女性漫画も書いていたわけですね。秘密のアッコちゃんという漫画なんかはそうですけどね、今はですね男のギャグ漫画家がですね少女漫画を描くなんていうことはちょっとありえなかったけどね、当時というのは男性の漫画家が女性漫画を描いていたというようなことも結構あったわけですね。それほどですね、一種のこのブルーオーシャンというか低くて余っただったということなのかなと思いますね。ですからやっぱりこの時代的な要素というのは非常に大きいんじゃないかなというふうに思った次第です。そしてですね、それと全く対照的な時代が現在ということになりますね。今後はですね本当に全く逆の時代になると思います。人口がねどんどん減少していく時代になりまして、経済的にも低成長時代ということになりますね。まさしくこう脱ドル化と言われるような状態になりましてですね、投資とかそういうもの、投機的なものとかがねどんどんできにくくなってくるということになると思います。外国からですねこの文化が流入されるというような時代でもなくなりますね。この小説がのテーマだった時代はですね、外国アメリカから来たものをですね、それなりにこう吸収して、マスコミに流せばですね飛ぶように売れた時代というようなことだったわけなんですけどね、むしろ逆の時代ということになりますね。日本のものが面白がられる時代になったりとかして、外国から学ぶものはじゃああるのかというとなかなか難しい時代にもなってきている。情報もですね多くの人々が求めて活字で出せばバンバン飛ぶように売れた時代ではなくね、もうむしろ個人個人で、こう情報を発信する動画を発信するような時代になっておりまして、本当に情報過剰情報過多な時代ということになっておりまして、ネットの時代になりますね。ですので一極集中でマスコミがですね全てを握ってこう発信する時代ではなく、ローカルでね個人個人でその地域その地域の時代のその地域地域のそのタイミングでのね良さを提供する時代、そして持っている個人個人の個性を尊重する時代ということになっていきますね。全く逆の時代になる覚悟が必要なのかなと思った次第です。ということで、今回は成長と拡大と競争の時代を疾走した最人作家の心のかさぶた小説40層カルテットを読んでというテーマでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。